おや、お二人とも、わしに何かご用ですか？サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディにあった。ハンマー、ハンマー。おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか？ファリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。父上、いいんですか？これって来年のファーリ祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。あ、バカも黙っておれ。ガイアのハンマーはフソの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王退治の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。
ざわっ！うん、上出来だ。Thank you.
緊張しなくていいのよ。力を抜い、まあ、大丈夫？きつくない？よし、できた。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。3、2、1、バンジー。パフン、パフパフ、パフ、パフン、パフパフ、パフン、パフパフパフ、パフン、パフパフ。そういえば、どういうこと？Thank you.
どういうこと？
Thank you.
これが先代勇者ちゃんが手に入れてた痕跡なのかしら。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。神ちゃん、どうしたの？すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。なんと、オリハルコンじゃと？間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。まさかこんなところにあるとはな。あ、そうか、それが勇者の剣か。これで新たな勇者の剣。